21からですね、21からのその、8分音符のつながっているところですね。セカンド、ファースト、ビオラ、チェロとくるところですね。そこのアップ、アップ、ダウン、そうですね、アップ、アップ、ダウン、アップ、アップ、ダウンというその意味、そのアップ、アップをかなり短くしっかりと。てたたたたたらたたたらで弾かない。パン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 タララランパンパンタララランパンパンタララランパンパンタララランアップアップダウンアップアップそうそうワンツーサンシーイその弓のそのコントロール、右手がチャンチョンっていかないで、チャンチョントルトルルンタンタンいきましょう。ワンツーサンシーイッまた指示を出しますけど、そこが重要ではありません。重要なのはこの8分音符が狂わないこと。だからタラランはブレンはどうでもいいから、ランタンタンランタンタンツルタン、この頭正確にいきましょう。ワンツーツーサー、もう一回もう一回もう一回、そう合ってきました、合ってきました。正確に8分音符していきましょう。ワンツーツーサー、自信を持って、もう一回いきますよ、もう一回いきますよ。そうだからこっからやってもファーストはあの前からやってるから分からなくなっちゃったじゃなくて、タンタンタラランっていうのを聞いて次入るんだよ、意識を持たないから。はい、いきますよ。ワンツーツーサー、弾いてください。で、さっき言ったその TR、トリルの部分ですけども、ちょっと曽根さん弾いてもらっていいですか。これトリルなので、本当はトリルなので、タンタンチラリラタリラリラタリラリラってトリルなんだけども、皆さんから見るとどうこういうあのターンマーク、パンタンタンチララ、その基本の音に対して上に行って下に行ってまた戻るんです。ティラララララ、そのは早かった。そうですね、こういう感じで、基本の音に対して一回タンダラでまたタンダとなります。ラララララ1、2、3、4、5、だから5連符タラララララタラララララという音なんです。ティラララララ、この部分でタンタンタンタララタンタンタララっていう、ここの部分のトリルはそれで統一しましょう。タンタンタンタララティリリリリリティリリリリリリ。で、今まで多分2発のトリルで終わってた人よりも指の動きを速くしないと、タリラリラよりも1つ1音多いので、タリラリラっていうのは、32分音符になります。タリラララっていうのは5連符の32分、3本弾いてる5連符なので、タリラララだから相当指を速くリルルルンって動かさないとダメなんだけど、イメージはここで円を描くようにして、タリラルルンタリラルルンタリラルルン
取れるっていうのはこう行ったり来たり行ったり来たりなんですよ。だけど、ジェル、ジェル、タ、タラララララン、タラララランっていう感じ。タラララララン、全くあのマークと同じ。リリリリリだ。あ、いいね。やばないよ。アーティキュレーションを合わせましょう。皆さんと同じことをセカンドから繰り返して、みんなでこう臨床して回ってください。いきましょう。ワン、ツー、スリー。違うので、やっぱり軽快に行くためにはこのテンポで練習してた方がいいかもしれません。